V 字プルプッシュインサイドです。前にあるボールを足の裏で引いてきて、インサイドを使って反対方向に持ち出します。引いてきて同じ足のインサイドで反対方向に、ボールの辿ってる跡が、アルファベットの V の字のようになるので V 字という言い方をします。よくあるのが、足の裏で引いてきた後に反対の足を使って押してしまったり、引いてきた後にインサイドでボールがあった方と同じ方向に持ち出してしまうことがあるので、必ず引いてきた足と同じ足のインサイドで逆方向にボールを持ち出します。